人が変わりまして、えっ、ー、と民事部田中といいます。よろしくお願いいたします。えっ、ー、と民法の部をですね、えっ、ー、と分析会の方ですが、えっ、ー、と先ほどですね憲法でお配りしている、えー、と試験分析会のレジュメと、あとは民法については、えっ、ー、と論文式試験分析会レジュメという形で、まあ、時系列表と、あとは答案構成について触れている問題がありますので、あの適宜そちらの方も、えー、参考にしながら、えー、解説というか、えー、分析のを進めていきたいと思っております。えー、まずですね、えー、問題文の概要から確認していきますけれども、えっ、ー、とこちらの全体 の全科目ついているレジュメの7ページの方をご覧いただけるとまず問題の方ですね、えで実際にこの分析会の中ではえ実際に、まあ、答案構成をどういうふうに作っていくのかとあとは実際、答案を作成するにあたってどの辺のところをしっかりかけていればまあ、合格ラインに乗ってくるのかなということでどちらかというと現場思考です、ね、答案構成の時間もおそらくちょっとあの今回、民法って話ですけれどもえ民法、商法、民主法という3科目で3時間30分の試験の中で今年どうしてもあの商法、民主法、ある程度時間かか,かっちゃう。 問題が出てますので、できるだけ民法の方はもう時間をかけずにコンパクトに答案構成していくというまあ現場思考が求められるところでしたので、そこら辺の答案構成をスムーズに進めていくためのポイントなんかもちょっと説明していこうかなというふうに思っております。で、まず全体の出題の感じですけれども、設、まあ、問を見ていただけるとですね、まず設問一のところから、まあ、実際問題を見た上でですね、まあ、例年通り事例問題だなということだと思います。えー、事実がまあ五個ないし六つあって設問が二つに分かれていると、でその上でまあバランスで。 どういうふうな、えーまあ、出題されているのかなとて見ていくと、まあ、説問からするとここら辺のところ、です、ねえーとまあ、B なんかわからんけれども、説問から見ていくと、B がです、ねえー、本件、失礼しました、B が本件。 えー、も問題としては B が本件債務の履行を行ったため D がどうやら本件土地について定当権の実行としての競売の申し立てをしたとで、まあ、競売手続きの結果定当権者で D 自らが本件債務と同価格で買い受けてその上で D に対して定当権の移転登記がなされたということ所有権ですね所有権の買い受けで移転登記がなされた上えでどうやら D が C に対して本件建物を宗教して本件土地を明け渡すように請求する訴訟を提起したということですから、まあ、物件的請求なんだろうなと。 つまり所有権に基づく返還請求権としての建物宗教土地明け渡し請求訴訟が提起されていてでそれに対して C の何らかの反論はあるけれども D の C に対する請求は認められるかということですから、まあ、物件的請求の可否について問われているということは予想がつきます。 でその上でまあ2問目もついでに見ておくとですね、えー、平成30年11月1日それが何なのかはとりあえず置いといてですが、えー、C が B に対して、えー、本件土地の所有権移転登記手続き請求訴訟、えー、D に対して本件土地の定当権設定抹消登記手続き請求訴訟を提起したと、えー、いうことになってますのでまず問題文をパッと見たときに複数当事者に対して一方当事者に対して所有権移転登記一方当事者に対して定当権抹消登記という形でやってますから、まあ、物件的請求を1本でやってるんでしょうね。えー、おそらくくは所有権に基づく 防衛排除請求権としての、えー、おそらく登記手続き請求訴訟をしていますので1、まあ、問2問ともに、まあ、物件的請求に関する出題だなということはまず当たりをつけていく必要があると思います。 でその上でですね、設問についてですね、今回、予備試験問題を解くときに、まあ、配点の振られ方という観点からすると設、えー、問のまずあの条件に即した形での回答っていうのがまず求められますので、えー、問題の,あの分析についてはこの後やりますが、えー、この C の答弁をしっかり2つあるということです、ねえー、実際 C としては、えー、D の定当権が設定される前に A から本権土地を贈与されたのであるから本件自分こそが本権土地の所有者であるということでどうやら答弁事項もしくは否認事項として1つ 反論立てていますで、えー、問題を見ていただけるとですねおそらく事例を見る前の最初の頭の使い方としては、えー、所有権に基づく返還請求訴訟をしてますからおそらく、この1というのは、えー、原告である D の所有権の否認ですね。 え、原告 D が所有者であるという原所有の否認の主張しているということはまず言えると思います。えー、そしてもう一つ、仮に、え、本件、こっちの所有者が D だとしてもということですから、なんか公弁事実を述べそうですよね。えー、その後に、自分には本件建物を存続させるための法律上の占有権限が認められるはずであると主張した。ということは、おそらく二つ目は占有権限の公弁 えー、ということになりますので、えー、まずは、ね、この民法ですから、要件事実の問題がそのまま点数になるわけではないですが、えー、問題文の主張としては、物件的請求に対して所有権に対する否認ですね、原告の所有権否認と、えー、原告所有権を認めた上での占有権限の抗弁、その2つについての、答、ま、否、あ、を求めてますよね、えー、請求が認められるかということですから、えー、少しあ,のあれですけれども、 ちょっとレジュメの方ですが2ページのところにちょっと書いたんですけれどもえー、今回の1番の問題ですとその C が反論しているのが2本あるということは各主張の法的根拠が何なのかということはまず説明することが求められていますでその上でその説明を踏まえて主張の答否の検討この2つをそれぞれしていくとですからえ、説問1についてはおそらく書くべきこととしては C の,、ね、あの反論2つありますからその2つの根拠及びそれの答否という形で。 えー、2つのまあナンバリングが立てられるような答案構成になるのかなというふうに考えられます、はい、じゃあその上でちょっと問題の方を見ていきますので、えー、実際ちょっと事例ですねで仮にちょっとまだ問題検討がちょっと、えー、できてないよっていう方とかもしくはあの予備試験を受けてですね、えーまあ、しばらくぶりにこの問題見るよという方は一応事例の方の時系列についてはレジュメの1ページの方に、えー、載せさせていただいておりますので、えー、場合によってはそのレジュメの方も参考にしながらえー 見ていただければと思いますす、まあ、必要な事実は全部抽出していきますがまがず事実としてはこんな感じでした、えー、A が早くに妻と死別したが、まあ、いきなり死別されちゃいましたね、えー、成人した一人息子の B は A の元から離れ、まあ、いきなり離れられちゃって,ってね。で恩師が亡くなっていたということで、まあ、天涯孤独な感じで C がいるわけですで A はいとこの C に家業の手伝いをしてもらっていたが平成20年4月1日、まあ、問題解くときはとりあえず時系列があるものはチェック入れましょう、えー、平成20年4月1日長年の C の支援に関する感謝としてほとんど利用していなかった A 所有の更地、えー、時価2000万円本件土地を C に贈与したとそして引き渡しはなされたけど所有権移転登記はなされなかったということですので、まあ、簡単に事実関係から確認すると、まあ、A が C に対して、まあ、贈与契約ですねあの時系列については1ページありますので、えー、時価2000万円相当と書いてありますが平成20年4月1日にまあ贈与契約が締結されているということですねで引き渡しは済んでますが登記未了です。 はい。で、2番目ですね。えー、事実の2ですが、C は平成20年8月21日までに、本県土地上に、えー、本県建物を建築して居住開始した。あ、さら地に建物を建てましたと。一応、これは C 所有ですね。えー、C 所有の建物が建築されています。これが平成20年 8月21日までにはついているということですね、えー、何かしら言うと要建てましたと4ヶ月で頑張って家建てちゃいましたみたいな、ね、そんな感じですねで家を建ててしまって、えー、C を所有者とする所有権保存登記がなされてますから、えー、建物登記は C であるということですねで問題書くときにこの辺慣れておくと便利なのは、えー、今回所有権土地と建物ですから当然別個にね所有権なり登記関係移っていきますので当、えー、案構成を書くときに自分なりにあのルールつけておくといいですねあの土地は四角で書いといて、えー、例えば土地の登記は四角丸、ま、ととかね 建物登記はとととかかね自分ななりに作っておくといいかなと思い思ますで一応、まあ、この場合私の場合も取ってカタカナにしちゃってますので、えー、建物については建物の登記がついているということですでそのうちに、えー、多分なんかこの流れは A は死ぬのかなと思ったら、ね、しっかり、ね、事実さんで死んでいただいて、えー、平成28年3月15日 A が遺言なしで死亡しましたということで、A、死亡ですで死亡した時に唯一の相続人である B が、えー、一番最初言いましたねね放浪しているやつです、ねえー、唯一の相続人896条包括証明がなされます。 えー、唯一の相続人によって、えー、平成28年3月15日死亡しましたでこのあとになんか細かな事情が書かれてますが、えー、ちょっと見ていきましょうかね、えー、A が遺言なしに死亡した後に本県建物の土地に本県 A 所有の名義の本県土地があること確か当期移転してませんので、えー、実際には C に引き渡しはしてますが当期は A の元に残っていますのでそのままいるとでその上で本県土地上には何、えー、か本県建物つまりこの現状を知ったわけですね。 え、上に建物が立ってるなんじゃ、これは、ということで気づいたということです。はい。で、B は、え、多くの借金を抱えており、というふうに続いていきますね。え、多くの借金を抱えており、さらなる借り入れの担保を、え、噛んでしまった。担保を確保しなければならなかった、ということで、まあ、B は借金まみれだったということですね。え、ですので、B 何をやったかというと、まず最初に、所有権の移転登記。まあ、土地ですから、まあ、土地所有権の移転登記を相続を原因としてなした上で、これが、 平成28年4月1日に登記にした上でこの土地の登記を、はいえー、D に対して定当権設定するわけですね平成28年6月1日に知人である D との間で、えー、1000万円を借り受けるための金銭消費対策契約、えー、金銭消費対策ということで、まあ、1000万円の まあ仮受けですね。まあ、これ矢印、ごめんなさい、これ仮受けという趣旨で書いてますが、まあ、1000万円借り受けてで、その結果、ここに定当権つけてもらったんですよね、えー。同日、同日定当権設定登記です。これは登記がついてますということですね。えー、1000万円を受領するために、これを非担保債権として、まあ、登記を担保としてつけましたということです。で、その後ですね。 でこの時はあの気をつけていただきたいのがなんとなく法律関係としては対抗関係の問題になりそうだなというところなんですがえ今回の問題はおそらくまあ合否を分ける、まあ、一番最初のステップで対抗関係でここの AB 間の包括証券は絶対引っかからないでくださいえこれで A から B に相続上移動しているから B と C が対抗関係だってやってしまうとこの時点でもう前提崩れてしまいますのでえ A は A と B っていうのは盗に関係になりますから A の地位をそのまま B は包括証券することになりますのでイメージとしてはこういうイメージ なんですよね、矢印ではなくて A の地位を B が包括承継してますから、えー、贈与した贈与者たる A の法的地位をそのまま B が、えー、承継してますのでこことここの間では、えー、当事者と同志するということになります,よ、ねえー、になりますのでとこの時対抗関係は C と D なんだろうなと。 ところですね、まずこれは問題を読んだときに CD 間の対抗関係だなということはまあ読んでいくことが必要になってくると思います。はい、で意外とですけれどもここミスっちゃう方結構いるとは言えます,いるいますあの特にあの問題を解くときにやっぱり答案構成慣れてなかったりすると、まあ、陶器で矢印書いちゃったり癖があると、えー、もうあ相続陶器、相続陶器って感じで見ていくともうビジュアル的に A を起点とした二重情とという感じがしがちですので、まあ、慣,れ慣,れ慣れという意味では相続だったら、まあ、私なんか二重線を基しています。 イコールにするなりして相続引いたら丸つけとくみたいな形をして一応ケアレスミスは防ぐという癖はつけてますとあとはもう1つですけれどもこの相続が包括承継であるという問題は予備試験では平成27年平成23年過去に包括承継ですから当事者である地位は承継しますよというものについては出題されているので。 そうすると二十三二十七三十一ってねまあそんな感じだったんですね、えー、まあ実際それはたまたま四年ごとですけれども、まあ、少なくとも答案で過去にまあ総点としてまあよく間違えやすいという形で出題されているものが繰り返し出題される傾向はあります今回違いますけど商法とかもそうですよねあの。 なんか,か昔、株式交換前とか後の、ね、あの法的手続き聞いておいてその後とに、ねえー、九州合併の消滅会社の手続き聞くとか基本的にあの前の過去問を踏襲した形の聞いてきてますので今回の問題もまあここのところは引っかからないでねっていうのは一つああの出題者からの意図かなと思いながら読んでいました、はい、でその上で対抗関係に立ったう、はい、えで、ー、5番の事実ですね5番としては、えー、本件建物を所有する C は、えー、本件土地は無償で借りているにすぎないと説明したら何嘘言ってんだよって話ですけど え実際に無償で借りているに過ぎないと説明したんだけれども C としては、えー、この贈与を受けていることは知らなかったけれども念のため対抗力のある借地権の負担があるものとして、えー、担保価値を評価したという問題です。 はい、ということで、まあ、定答権があって、まあ、実際、これ、答案構成というね、現場思考の形で見ると、私が実際、レジュメでこれ、まあ、作らせていただいたのが、大体、試験問題を同じような形で、大体15分ぐらい見させていただいて、まあ、15分で思いついたことを、パパパパっと、まあ、メモ書きしたものをきれいに、えー、作ったものです、大、え、体、ー、こういうふうに考えていくのかなみたいな感じですねで、その上で、まず問題を読みながら、最初の段階で気づくといいかなというのが、まずやっぱり C と D の対抗関係に立っていて、で読みながら、もうこの対抗関係では、C の定答権登記、 がえー、結局 C が所有者として所有権取ってません、あ所有権移転のと得てませんので、土地についてね、C の,土地の,所あ C の本権、土地についての所有権登記はありませんので、C、D が対抗関係に立っていて、えー、この本権、土地について D が定当権、設定登記を備えた時点で、まあ、対抗関係としては白黒ついたということですね。えー、ですから、まあ、きちんとやると C と D は、まあ、論文書くんであればきちんとね、C と D が177条の相互に第三者の関係になっていると。 当,期の献血あの当事者および包括証券人以外のもので、当期の献血を主張する正当な利益を有するものに、ね、お互いになっているということを指摘した上で、じゃあ C の側からは D に対して当期の献血、当期なくして主張できないわけですよね、第三者ですから。ですから C は D に対して自らの所有権を主張することができず、まあ、反対は D は反逆はしかりになるんです、逆は C に対して主張できることになりますので、結果的に D は有効な抵当権を取得するんだろうなと、でその上で D がセル,フセ,セルフ競売するわけですね。でセルフ競売で買いい受けたととうことは 有効な抵等権に基づく競売の買い受けですから有効な所有権が得られるという筋道が立つんだろうなということだと思います。まあ、これ、買い受けによってまあセリフで買い受けだと。で実際問題、説問1でやった通りでそのようなことが言われていてそれに基づいて所有権に基づく、もちろん所有権に基づく 明け渡し請求訴訟をかけてきたということですね、えー、一応要件事実もねあの6分であれば問われるわけですから、えー、物件的返還請求権ということですね所有権に基づく物件的返還請求権としての、えー、明け渡し請求訴訟だということですじゃあそれ踏まえて一応今回問題をバシッと見たときにどこまでかければいいかなっていうところで触れたしていただくとまずあの B から D に対する請求は所有権に基づく返還請求ですね、えー、としての物件的請求であるとで、えー、本件土地の源泉有と、まあ、本件土地の源所有あ失礼しましたあの要するに原告 が土地を所有していて、レジュメの2ページになりますね。 本県土地の現専有ですでこれか、まあ、けるんだったら、ね、あの建物を所有することによって土地を占有しているということですねだら C は自己名義の建物を本県土地上に保存登記した上で所有してますから建物の所有によ形式によって専有していると土地を占有しているということで、まあ、要件実質では満たされそうなので,でこれに対する認否として C は2つ述べているわけですね。のの認否ははこれでしょにについては要するに定等権の 定等権設定前に、えー、をあ土地を贈与されたということですから、はいえー、C の一つ目は専有所有否認ですね、えー、自分の本件土地が C の所有であるということから、えー、所有を否認するで、これについてはもうやっちゃいますけれども、さっき言った筋道を立てられれば OK です。 いいね、の C の主張の根拠というのは贈与契約に基づいた特定証券ということになりますからね、えー、つまり、定当権設定契約に先立つ特定証券だということになるということは CD が対抗関係に書くことを丁寧に説明していただければいいということになりますでその際に AB 間の包括証券についてしっかりと、えー、指摘する。 なぜいい、ねえー、かというと第三者の意義を述べるときに必ず当事者および法決調括証括に以外のものって言ってきますからということは B は第三者から除外されるってことになるのでその時系列というかずあの人物相関図を書いていけば、えー、BC が対抗関係には立たないということで B が第三者に立たないということで CD 間が対抗関係に立つことをしてきた上であとは まあよくあるまあ論文の、あれですよね、論証的なものになってしまうかもしれませんけれども、D が第三者に当たるということを主張します。あとはこれ、気をつけてほしいのがですね、のどの時点で対抗要件を備えたか、そらくここは差がついちゃうかもしれない、D が設定登記を定答権を備えたときですね、要するに対抗,要対抗関係であの白黒ついたのは。つまり ちょっとこれ、あの、図で言うと、C は、定等権設定登記を、平成28年6月1日に定等権設定登記をして、で、競売を買い受けた後に、移転登記を12月1日してますよね。所有権移転登記は平成28年12月1日。ということで、D が備えた登記は2つあるんですね。 えつまり定等権設定登記を備えてその定等権の競売によって所有,権もそと所有権登記を備えたということになるので対抗関係に立つけど定等権と所有権は相入れない物件関係に立ちますのでえ一つの同一の目的である土地に対して定等権と所有権というのはまあ相入れない関係というふうによく言われますが対抗関係に立ちますので定等権が設定された時点でもうそれ白黒ついています。あとははこれは この定当権に基づいて有効な競売がされて所有権いますから有効な定当権に基づく有効な所有権ということになるのでここであることは指摘しましょう所有権対所有権ではないということですねえ定当権対所有権でま D d の勝ちということになります。はい、えー でなおですけれども、ね、あのまあ、ここの部分を書いてあげれば、まずはいいかなと思います。である程度、ここら辺のところは書き慣れているかどうかというところはあると思いますので、えー、しっかりとまずは押さえるとで、おそらく2番の方が厄介だったかなと思います、まさか、ね、これが出るかという感じですよね、C についてはもう1つ、専有権限の答弁を出しているんですが、えー、とヒントとしてはです、ね、法律上の占有権限と言っていること。 ここはなんとか気づいてほしかったかなと思いますつまり、役場の占有権限ではないんですよねつまり、通常のいわゆる借地権であったりとかではなくて法で地上権だとしても例えば、えー、役場ですよね、通常ね設定契約を結ぶけれどそうではなくて法律上の占有権限だっていうことになったときに法定地上権じゃないかなというところに見きつけば OK だと思いますで今回、これ法定地上権だということに気づいてしまうと要件の当てはめのみです、この問題。えー 実はですね388条でこの要件は条文見ておくその場で見るでいいと思いますあ、えー、多分こ,れこの人法定値条件言おうとしてんだなとでその上で法定値条件の要件確認して何か、えー、厳密な要件から、まあ、乖離しているところがあるかそこだけ見ちゃえばいいと思いますでその上で一応、要件こんな風に言われてますよね、えー、定当権設定当時の建物が存在していること、まあ、今回これ満たしますよね。 これ満たしますよね。定等権が設定されていたのが平成28年の4月1日が定等権設定時になります。で、えー、でここでね、あの差がつくかなと個人的に思ってるのは要件当てはめ一発問題ですよね、ここね。で特に設問2については短期取得事項も要件当てはめ一発みたいなところがあります。ですから、具体的な事実関係に即した記述をしてください。ですから、定等権設定当時に建物を満たしていた1、重足とはやめたほうがいいです。つまり、定等権が設定された平成28年4月1日時点において、 いいねえー、C 名義の建物、本件建物が建築されていたというような形で具体的な事実として指摘して要件重足性を立てていくというのは大切かな、な定当権設定当時、土地と建物が同一権者であるということ、えー、これも本件土地については C の所有権ですね、えー、対抗要件は備えていませんが、贈与契約に基づく特定証券はなされていますので、176条による特定承継で、えー、C が土地所有者です、定当権設定時は。 となると、まあ、対抗要件やられちゃうんだけどね、定等権が設定された時点では、土地と建物はどちらも C の所有者です。はいえー、一方、土地、建物の一方、または双方については、土地に定等権がつけられてしまって、競売で C、D になりましたと、でこれもだから、競売されて土地が D 所有になり、えー、建物が C になっているということをちゃんと触れた上で、法定地条件に持ち込むということになるかと思います。 はい、でこの辺のところ要件重足性なんですが気づくヒントとしては一応あったのはですねなんとなくこれはヒントになったかなと個人的には読みながら思っていましたあの対抗力のある借地権の負担があるものとしてあえて担保価値を安く評価したっていうね。 えー、担保価値をわざわざ低く設定する場面ってやっぱり、えー、民事的なこういう物件の低、ね、当権設定の中で担保価値低く評価するってことは法定地条件の負担というものを予期していたというね、えー、そういう1、まあ、つのアピールだったのかなと思います。であのなおですけれども、これ法定地条件は成立するんですがこれはおそらく出題者の側がリードしてるんだなと思います。 要するに法定値条件を使ってほしいよという感じですかね、えー、本件土地の担保価値を評価して、えー、要するに定法定値条件の成立を前提としたような、そういう土地評価をしたということだと、でここはちなみに、コツとしてあまり深追いしない方が良かったのは、一応これ、ちょっと言っておくと、ですね法定値条件、これ、形式的に成立しますよね、で仮にこの D がですね、もう定法定値条件が成立するなんて全く信じないで、 これはもう完全な負担のない土地だと思って2000万円貸し付けて2000万円の低当権,権つけちゃった。 そして買い受けたものが2000万円だみたいに役上で前提として定当権設定をしてしまうとどうなるかというと法定地条件が認められる法的趣旨というのは何だったかで建物を壊しちゃいけないという社会経済上の話とあとは当事者の合理的意思ですよね。いわゆる定当権設定している側からすれば定当権で法定地条件成立するのが予期できる一方で定当権を設定する側はえ実際に法定地条件を要するにもう現実に期待できる状況にある。 だからお互いに定条件あ法定値条件が成立するよって握り合っている状態、それで実際、定当権つけてるから388条で法定値条件が成立することを要するに、まあ、そういうのを認めてもいいんだというふうに388条の立法趣旨がそもそも当事者の合理的意思だったりするんですよ。ですから、このように当事者の合理的意思が全く欠いてしまった場合その388条の適用の余地がないんじゃないかとかいう変な議論が出てくる可能性があるんですよ。 388条は法律上、要件満たすけれども、これを例えばね、えー、認めてしまってしまうと、何らの落ち度もない B がね、えー、法定値条件の負担をなるなんて、それはけしからんみたいに、要件重足性以外のところに多分、議論が錯綜しちゃう可能性があった、ですので、まあ、B としては実害がないと、D としては実害がないということをおそらく書くために、あの無難な定等権設定額を指定してたのかなというふうに思うところです。ででですのああまり時間がないところであれば まあ個人的には要件充足性を淡々と見ていって、問題がないよということであれば、それで認めちゃうというのは一つの答案戦略かなと思います。仮に何か変なことが、ちょっとした、ね、あの応用論点があったとしても、あの要件充足性を取れてれば、合格ライン、余裕で達成しますので、あのここはあまりそういうふうなところは考えなくていいかなと。そして2問目ですね、えー、じゃあ2問目もささっと確認しますが、2問目は、あの実際、事実関係としては、あの時系列にあるとおり、 平成30年11月1日に、まあ、B と D に対してあの所有権に基づく妨害排除請求,訴訟妨害排除請求としての抵、えー、等検討期抹消を求めているということですから、まあ、C から D に対する抹消請求訴訟の妥当性というのが問題になっているわけですよね。いいいですよね、えー、質問2についてはあの 7番は B に対して D に対して一応2本訴訟を提起してますが、設問で求められているのは D に対する請求1本です、それの逃避だけですから、B に対する請求は、しかとして構いません。なおですけど、C と B ってこれ、全種公師の関係でしょ、だからあの請求認められて終わっちゃうんですよ。だって B, とだっ,て B って A の包括証件人でしょ。 ということは BC 間で贈与契約の当事者たる関係で全司公主の関係ですから所有権に基づく請求っていうのは基本的に C は B に対して認められちゃうのであまり問題にならないと。なのでまあ D に対して問題になるとで。で実はこれじゃあ D に対して何やってるか訴訟物のレベルで考えれば所有権に基づくですよね。ということは説問1であるとおり C と D は所有権白黒ついています。ですから仮に C が D に対して所有権に基づいて 当期抹消しろと言っても D からは、定等権者自分が抵当権者であることを理由として当期保持権限の答弁を出してきます、おそらくは私は有効な抵当権を取得しているということになりますからじゃあ終わっちゃったとっいう感じでじゃあそれを打ち砕けるものがあるかどうかという検討なんでしょうね。えつまり、設問1の前提として、まあ、C から D に対する請求は所有権に基づく防衛排除請求権としての抵当権 設定登記、まあ、登記手続き訴求ということになりますから、本件土地の原所有と。えー、いわゆる占有です。占有以外の妨害ということで、えー、今回は名義の定当権があると。登記があると、で、おそらくはさっきも出てきた通りで、あの。まあ、ここですね。問題一から考えると、もう。 C は D に対して所有権出所できないので、当期保持権限の公弁が認められちゃうから、C の請求が認められないんじゃないかっていうところから、じゃあどうやってそれを再公弁として当期保持権限ぶち壊していくかっていうことになります。でそこでまあ 結構ここでふーってなるる人いるんですよねなんとか一歩、ね、落ち着いて引いて考えてみるとですね低当権の負担をなくすということは何かというと、えー、何らかの原資取得でこの低当権の負担をなくしちゃうんじゃないかっていうのが一つの考え方とあともう一つは時系列を見るとですねいかにもなんですよね。えー、とレジュメの最初に書いてありますが平成30年11月1日もう居住開始からもういかにもな感じで10年経過してるんですね。 つまり説問1で認められないものがあでこれあと1つの技術とかテクニックになるんですが、まあ、予備でも司法でもそうなんですけど、ね、民事系の場合特にそうで説問1と説問2で、えー、どこが変わってるかっていうのを意識すると結構なんとかなることがありますつまり説問2で止まっちゃった人はこれ説問1と同じじゃんって止まっちゃうんですよということはどこが説問1と説問2違うかなってことに着目すると取っかかりになります で今回の問題ではあれば、まあ、時系列でも問題文を見ても平成30年11月1日というところがああってなるかなと。どうすると短期取得事項ということになります。はい、であとは要件バシバシとやっていくところですがここの要件検討についてですねあのちなみにあの結論からすると書籍を提起していることに気づきさえすればですね、えー、平成31年11月1日ということであれば短期取得事項によって、えー、原始取得することになりますので定当権の負担はない。えー、真っ白な え所有権をスタンするということで、当局保持権限の神戸をぶち打ち破ることができるというえ答案構成だな。で、その上で、じゃ書くときにちゃんと点数取ってもらう意味でということになるんですが、短期取得事項みたいな要件勝負のところは、ちゃんと要件を全部書きましょうと。所有の意思、平穏公然、善意が推定されること、占有の継続も186の2項によって推定されること、という形で要件を見ていくと、そうすると他人の物止まりますよね。これ自己物の自己取得じゃないかとえ元々は え確かこうですよね贈与を受けた自分の所有権特定証券を受けている物に対する自己取得を主張してますから、えー、自己物に対する自己取得ができるかというまあ一般的な論点になりますので、えー、そこのところはまあ自分なりに書けばいいと思いますいろいろ書けますけど結果、これは肯定しますよね、えー、自己の趣旨から立ち返っていくやつですね、永続した事実関係の尊重とかね、えー、まあそういったさまざまな自己制度の趣旨に立ち返って自己物であってもそれは認める余地があるということになりますそしてあとは認めたときにどうなるかというと、記の要否ですね最後はね。 登記、えー、なくしていけるかということですが、えー、もちろん時効完成前の第三者の議論を一言かませればいいということになります、えー、つまり時効完成したのは,は定かではないですが平成20年8月21日以降になると思います10年経過後ですからということは D が定当権を取ったのは28年4月1日、えー、ということですから、えー、時効完成前の第三者ということですから当事者と同士できるので登記は不要というところを全、えー、種公主の関係なんていうところですね、えー、そこのところをしっかりと1個1個 抑えていくのが、ここはポイントかなとなので。まあ、私なんか、この問題パッとネットワン検討したときに言えることが、要は。全く見たことない未知の問題が出てる。面倒なことしなかったんですね。たまにすごいのが出ちゃうときあるんですよ。何これみたいな。で、今回未知の問題が、じゃ、よが出てるってことは勝負になるのは。一つ一つの争点をちゃんと一個一個処理していくことですね。 えー、例えば、設問1であれば第三者の議論ですね、えー、第三者の議論から始まって、法定地条件の要件検討というのが、まあ、骨組みなんだけど、その前提となるような法律関係ですね、包括承継は当事者だっていうね、包括承継であったりとかの、えー、その辺の理解ですね、とあとは設問2についても、えー、実際にはその原資取得があれば、その所有権の短期取得事項についての要件検討について、それで事故物と自故取得、それから短期、失礼しました、事、え、項、ー、完成前の第三者といったような。 ところを一つ一つ時間の限られている中で分かってますよというのをねポチポチと示していくというそういう,ふうな問題だと思いますのでこれはまだね今年受験された方もまあ今年受験されていない方も非常にいい問題だと思いますのでぜひ見ておいていただければと思います。なおですけどレジュメの一番最後に書いてあるんですけどあの定当権と所有権だったとしてもこれはあの自己取得者は定当権に消滅できますからね。 あの要するに私が所有者だ、私が所有者だとううぶつかり合う場合じゃなくて短期取得事項で所有権を取った人は低等権者に対してもその低等権の消滅を主張できます、あのなぜかというとあの両立する関係のように見えるんだけど低等権者って実行によっていずれは所有権、何かの所有権侵害してきますから。 いいですねつまり、抵当権者である以上は、その競売手続きによって、いずれはその人は誰かしらに競売して所有権を、まあ、要するにぶつかってくる立場になりますから、潜在的に抵当権と所有権というのは相反する、両立しない関係にありますので、えー、最後に書いてある通り、実質的に見れば所有権同士の場合と相入れない関係ですから、取得事項によって、えー、その所有権の取得を主張する者が抵当権の消滅を抵当権者とされる者に主張することができる、ここまで書くと、なんかちょっと大変かなっていうところですね。はい,、えーということ 民法、ちょっと駆け足になりましたけれども、まあ、当案構成中心に説明させていただきました、えーまあ、改正前ということで、おそらくは物件が出題される可能性が高いというところではあったんですけれども、まあ、来年からは改正後、民法ということになりますので、えーまあまあ、予想するわけではないですけどおそらく再建法はもう、再建改正後は解禁ということになってね、えー、去年も一ととしも再建改正のところはほとんど出てないというのを考えて、ね、来年は、まあ、再建改正、ど真ん中に出る可能性も十分視野に入れて、えー、1年間勉強をね。えー、今回まあ合格の の可能性が十分ある方は、これから担当対策じゃなくて、担当者のめですね、口述対策でしっかりと口述向けていただいて、あとはまあ来年の予備試験のまあ勉強も検討されている方は、改正対応をしっかりと、この時期からしっかり進めていただければと思います。では、ちょっと駆け足になりましたが、民法の分析の方は以上になります。お疲れ様でした